さて、踊らせてもらおうかしら。プリムロゼ様、そしてプリムロゼ様、私
ねえ。お願い。かしこまりました。悪いわね。プリムロゼさん、ここは実は私、はい、プリムロゼ様。なすべきこと。かしこまりました。ねえ。うん。ねえ。
ねえ。踊らせてもらおうかしら。さて。別に。失礼しちゃうわ。プリムロゼ様、ありがとう。プリムロゼ君、これはどうも。プリムロゼ。お父様、今一度手合わせを。もう十分だ。何が足りぬのか考えなさい。お前は栄えあるエゼルアート家の一人娘。もっと強くあらねば。はい、お父様。時にプリムロゼ、家の主に必要なものは何だ。それは他の家に遅れを取らず一族を繁栄させることです。
プリムロゼ。盾など取るに足らない。大事なものは自らのうちにある。家の主に必要なもの、それは信念だ。信念。信じるものを持っていること、それをなすまで屈しない心。千の屈辱にも道を見失わない意志だ。己を信じ貫け、プリムロゼ。はい、お父様。この短剣をお前に譲ろう。我が家訓を刻んだ探検を。お父様、プリムロゼ様、どうされましたか？アリアナ、お疲れだったのですね。父のことを思い出してたみたい。思い出の中でも説教してたわ。当主様は厳しいお方でしたから。そうね。剣も書も人としてのあり方も。全てを父に教わったわ。父はいつも言ってた。己の信じるものを見つけろって。信じるものか。ついたぞ。そしてそれから様。
プリムロゼ様。ありがとう。戦いの準備はできているよ。授業はこれで終わりだ。よし。おい。もちろんです。友人よ。いいかね？はい。よし。それで？ありがたき幸せ。
左腕の男、やっと会えたわね。この時をどれだけ待ったと思う。何者だ。いや待て、見覚えがあるぞ。砂漠の町で見かけた踊り子だな。あらそう、プリムル、プリムロゼ・エゼルアート。まさかエゼルアート家のご令嬢か。思い出したかしら、私と私の父を。ジェフリー・エゼルアート。よく覚えている。君の父親は強かったからな。頭もよく切れてな、なかなか隙を見せなかった。だが少々敵を作りすぎた。私の父が何をしたっていう。知るべきではないことを知ってしまった。私たちの仕事はその報いを与えることでね。でも分かってるでしょ、報いはまた次の報いを生むのよ。そうだね。この探検は片時も話したことはないわ。父を忘れないために。父はいつも言っていたわ。己の信じるものを見つけろって。あなたたち、カラスの入れ墨の男三人を葬ること。それが私の生きる意味。私の信じるたった一つのものよ。覚悟なさい、左腕の男。そんな言葉を吐いた相手は数え切れぬほど見てきた。そして私はそれを全て葬ってきた。私はルフス、カラスの左腕を担う。さあ来たまえ、エゼルアート家のお嬢さん。父親と同じ場所に送ってやろう。悪くない舞台じゃない。狙い撃つ。ドシャブリアン。レバン、えい。負けません。
かかってこい。せい。行くわよ。覚悟がいい。さあ、どうなるかしらね。雷鳴よ。狙い撃つ。せい。相手に敬意を払う。プリムロゼ様、ええ、うん、己を信じ貫け。プリムロゼ様、さあね。
プリムロゼ。